私たちはアミンチュを応援しています。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。紹介してこよう、応援宣言。中小企業で一緒に働きましょう。私たちも賛同します。自分らしく働きたい障害者の皆さん、まずは相談やで。ホクホクの安のおっさん焼きはもう食べた？きっとあなたの町にもおっさんが屋台を引いてやってくる。冬限定企画、安のおっさん屋台あんぎゃ。安のおっさん焼き。今回おっさんが屋台を引いたのはこちら。じゃじゃーん、寒ー。いやー、寒いっすね。おう、結構降ってんねんこれ。うん、今日はどこかいな、これ。長浜市の宮部町、旧都並町なんですけど。あ、なるほどね、宮部町。うん、どんなうんちくがあるんだけど、いろいろあるって聞いたで。そうですね、だからうんちくタイムする。あ、うんちくタイムぜひ。お宮部町だけにやべえ真実が隠されてるよ。なるほど。じゃあオープニングしょっぱなんやけど、うんちくタイムカメラさん引きでお願い。長浜市宮部町は戦国時代、宮部慶順により宮部城が築かれた場所。織田信長の織谷城攻めにも使われたり、近江の覇権争いにおける王将の地だったんだよね。なるほどなぁ。トゲなことがあったんかいな。実は実は、はいはいはい、オンエアはもうな、今年入ってからだいぶ2018やってるけど、はい、やったんやんか、実は、はい、今年2018で初めてのアンケやな。そうです。うん、一発目ということで、心を新たにいかなあかんけどやな、はいはい、ま、毎年恒例、今年の抱負をタクルか。今年の抱負、雨でも雪でも元気よく行きます。はーい、じゃあ新くん固まってるけど、はい、元気出して明るく頑張ります。さあ、今日の始まり。まあ、ええわええわ。今日はほんなその長浜市からな、はいはい、新年一発目の屋台あんぎゃ、はい、しゃあ元気出して行きましょう。行こう行こう、ゆきに負けんと。行きましょう。もうわしもこうあれでカーッと熱出して、バックボードに落ちるやいないや、ゆきを溶かしてみせるぜ。うん、行こう行こう。わかりました、お願いします。屋台引き始め。そしたら行くで。行きましょう。よいしょ。足元サブサブ斜め押し忘れとった。またどこかでしよう。おっさん焼き、コステラホーミの安寺やで。なんかあれやわ、はい、この辺ほら水路がいっぱい通ってて、あー、うん、それもなんか言い訳程度に流れてるんじゃなくて、めちゃめちゃ豊富に流れてる綺麗な水だね。すっごい綺麗な水ですね。水路の中にはお城の堀の跡らしいものが残っているんだって。歴史ロマンだよね。こんにちは。あら、出てきてくれた。いつも見てます。嬉しいよ。あー、気にちゃんと差し示してもろた。こちらの海のやつらはね、
ゃぽー。あのわしの見立てた塔やで、これ見て、清流の里みやべやって。あ、清流の里みやべ。あー、ほんまや。なんか感動薄いな、ダックル。人生のテンション上げていこうよ。もう一回いくで。タクルタクル、はいはい、わしが見たて通り、はい、清流の里、みやべやって。わー、ほんまや、清流の里。わー、清流だなって思ったけど、すごいっすね。うん、あ、ほんまや。ちょっと嘘くさかったな。そうですね。コステラ風味のヤステラやで、ヤスのおっさんやぎ。視聴者の皆さん、今ですね、なぜわしが止まっているかと言いますと、もうちょっと、人生を考え直して、ここで一つ立ち止まって考えているというのではなくて、うん、ガスが消えたと。保温器を温めるはず。あ、寒いのに出てきてくれてありがとう。本当に、お母さん、はい、あ、ほんなら今あれやね、ね、楽しみ、うん、楽しみなんです、うん、よかったね、うん、おつらやき食べて、はい、頑張ります。長浜市宮部町の屋台、次回に続きます。救いたい命があります。私たちは猫を保護し、新しく家族になってくれる方を探しています。私たちはラブ&ピースです。お問い合わせはこちらまで。次は会ってくれてありがとうだもん。当たり前が眩しいな、いつもの挨拶に心が晴れる。小さな会社の見慣れた看板、この街はみんなで支えてきたんだな。いつもの風景、あってくれてありがとう。松水は大津市北小松にある鮎うなぎ料理の専門店。その前身はこの地で琵琶湖と共に暮らし、その恵みをいただいてきた漁師だった。小舟やおいさで漁、エリ漁や地引き網で魚を取っていた。この六郎節は皆で地引き網を引く時の歌。いただいたありがとうメッセージ。琵琶湖の漁業の食文化を守り発信してくださっています。ありがとうございます。これからもですね、5年先10年先もっと将来に向けてですね、頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。創業者の会長が養殖業を営んでいた頃、松水が生まれる転機があった。ちょうどアドマにね、もう一つ養殖で持ってたんですよ。で、ここへ、この子へ来たのが37年田んぼやったんやけど、アドマの藍をあげて、で、焼いてこげて、それで塩振って、で、網とまあ今度あったんですよ。何もあらんやけど、で、新聞紙の上に藍持ってパッと乗せて、なんとんないなと思ってね。ほんでそれを持って帰ってきて、もう1時間のようになるわな。ほんでオープンで焼きよったらもう食べられん。ほんであくりここ来て、またここで来たらあげて、ほんで炭火で、うまいな、これやと思ってね。ほんでもう養殖をやめて、でこれに給料のがこれが42年頃って。会長の直感は当たり、新鮮な鮎をその場で焼いて食べさせる店、松水は
年間3万人が訪れる名店になった。うちの、松水の店の鮎というのは自分で焼きながら熱々を食べていただくというのが、一番の特徴になっております。平山系の豊かな伏流水のおかげで北小松の湖水は澄み渡る。松水の生けすの魚が元気なのはこの水のおかげだ。鮎のシーズンは串焼きがメイン。冬場は鯉、ビワマス、ウナギなどの小魚が味わえる鍋料理がおすすめだ。シーズンオフにも琵琶湖の鮎の味を届けたいと加工品も製造している。鮎の甘露煮になります。年中柔らかく食べていただけるように鮎の一夜干しになります。いつでも鮎の風味を楽しんでいただけるようになってます。私も小さい頃から琵琶湖と馴染んでここで泳いだり魚掴んだりして遊んできてますし、当然漁さんも私たちも琵琶湖の漁業を PR していきながら伝統を守っていかなあかんと思ってます。琵琶湖の味を一番近くで一番早く、松水、会ってくれてありがとう。AD 新たの食べさせていただきました。今回撮影後にいただいたのは松水さんの小松鍋です。鯉にマスにうなぎなどいろんなお味が楽しめます。それではいただきます。エンディングはこちら。東京から来たお嫁さん、うちに来た頃おばあちゃんから花に声やっといてと言われて毎日花に話。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ、 YouTube で見てね。